3はい、J コムからお届け札幌ジーンズ館、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社プレミアム北海道専務取締役の神林達也さんです。神林達也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。会社名が素敵ですね。プレミアム北海道、はい、プレミアムなお仕事されてるんでしょうか。プレミアム北海道は2015年に創業した、北海道のプレミアムなものをですね、うん、世界の皆様に、ご提供するということで立ち上げた会社なんですけれども、はい、最初は食と観光をメインに、うん、考えていた会社です。はい、今日はですね、いろいろ皆さんにご紹介したいものもあるということで、いろいろお持ちいただいている、後ほど詳しくねご紹介していきたいと思います。はい、今日も3つのキーワードご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。ピンチをチャンスに変えるために、経験は無駄にならない、10年後のありたい姿。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあですね、1つ目でこのプレミアム北海道さんってどんなお仕事をしているのというあたりを伺っていきたいと思います。もともとこうどんな思いでね立ち上げた会社なのかってあたりから教えてください。はい、プレミアム北海道は先ほど言ったように、プレミアムなものを、北海道の観光や食を世界の方々に、お届けするということで考えたんですけれども、今コロナになってしまいまして、観光の方をまずは中心に、はい、今までは仕事をしていたんですけれども、うん、なかなか北海道に外国人の方が来られない、はい、来道者がゼロというふうになってしまいまして、うん、なかなかインバウンドと今まで言われたところが、うん、仕事がなかなか続けられないような状況になったので、もともと食と観光の2つのキーワードで立ち上げた会社だったもんですから、はい、その食の方をちょっと加速度的にですね、進めていこうということで、今、食の方に力を入れながら、はい、事業を行っています。ね、このやっぱり2年間ぐらいで、はい、このピンチをチャンスにっていうことをね、はい、おっしゃるゲストの方が本当に多かったんですよ。札幌ジーンズ館ではね、はい、プレミアム北海道さんではどんな取り組みをされたんですか。はい、やはり来道外国人がゼロということで非常にピンチがあったということで、これからはですね、それももちろん戻ってくれば外国人の方々のご案内もするんですけれども、その前にですね、北海道の食をいろいろと考えながらお客様に提供しようということで、今やってるのが、はい、北海道大豆を中心とした、品物をですね、はい、3つ実は、お渡し、皆さんにお届けをしております。はい、3つですね、3つ、はい、はい、こういう北豆印というですねブランドを実は立ち上げまして、見せましょうか。はい、ありがとうございます、ね、はい、北豆印、こんなブランドを立ち上げました。立ち上げまして、はい、北海道大豆 100% を使った、はい、東洋というもの、ま、東洋、はい、はい、それとあとはマーラー味噌、うん、はい、こちらマーラー味噌、はい、はい、それと粉末豆乳、粉末豆乳、はい、はい、こちらの、はい、これ一つずつちょっとご紹介しますか。3つね、1つ目、これ、はい、例えばこれ東洋どういうものですか。はい、こちらは、北海道大豆 100% で水とにがりだけを使った添加物を一切入れていないでですね、はい、豆乳をにがりで固めて上から圧縮をして水分を抜いたシート状のお豆腐のようなものになります、うんうんうん、シート状なんで、私見た目ね湯葉の熱いのかな、はい、と思ったんですけど、お豆腐の圧縮した感じを想像していただければと。そうですね、もうこれ何にでもお料理できて、はい、私もファンで、もう何袋も、ありがとうございます本当美味しいです。和洋中イタリアン、うん、あとはカレーに入れてもいいですし、そうなんですよ、いろんなものに使える、はい、お肉いらないかもねってぐらいの美味しいですよね、はい、新食感の新商品になっています。はい、こちらね、レシピなんかホームページでいろいろご覧いただけますか。はい、ありがとうございます。でこちらはマーラー味噌、はい、こちらマーラー味噌の方は、今日本でもマーラージャンだとか、うん、辛いお味噌はあるんですけれども、はい、なかなか納得のいくものがないということで、うん、我々のスタッフ、中国人のスタッフがいるんですが、はい、中国人のスタッフの方たくさんいらっしゃる会社にね、はい、うん、いるんですが、その人間が、はい、これは美味しいというものを作りました、うんうん、で北海道大豆 100%、うん、それと北海道のお米を使ったお味噌を使って、うんうん、中にちょっと大豆ミートとかも入れながら食感を出して、しびれるホアジャオだとか唐辛子だとかをふんだんに使ってですね、ガツンとパンチのある、うん、
マーラー味噌になっているので、はい、こちらもご飯にちょっと塗ったりですね、うん、あとは生野菜とかにちょっとマーラー醤をきゅうりとかにつけて食べていただいたり、はい、あとは麻婆豆腐の締めの味の決め手にちょっと入れていただいたりすると非常に美味しく、いろんなものに使える調味料になります。あの中国のスタッフの方が辛さがしびれが足りないっておっしゃって、はい、その方たちのこういろいろ味見をしながら、はい、この味にたどり着いたと、もうちょい足しで本当にお料理の幅がぐっとそうです、ね、コクと辛みが加わりますので、これも福助では大人気の一品でございます。 ありがとうございます。少しずつ広まっている商品になっていると思います。本当にぜひお試しいただきたい、はい、これもう一つですね、はいはい、こちらは丸ごと大豆の粉末豆乳といいまして、大豆を皮からすべて、うん、ホールフードというもので、うん、粉砕をして加熱をして、はい、パウダー状にしたものになります、はい、粉な粉、はい、粉ですね、うん、こちら冷たい水でもさらっと溶ける、豆乳にもできますし、はい、あと粉末なので、うん、いろんな料理にちょい足しで、栄養タンパク質をたくさん取るようなちょい足しの料理にも使えるので、うん、非常にあの液体の豆乳よりも、はい、粉末なので賞味期限も長いですし、そうですね、本当だ、はい、うん、あとはいろいろな料理に、使えるので、はい、非常にあの汎用性のある商品だと思っています、はい、今本当にこう美容を気にする女性も、はい、あとそのトレーニング中の男性も、はい、上手にこうタンパク質を日常的にこう入れていく、はい、皆さん工夫されてますもんね。そうですね、うん、あとはちょっとあの女性の方でお肉だとちょっと胃がもたれる、はい、だけどタンパク質は取らなきゃいけない、そうそうそう、という方に植物性の大豆のタンパク質は非常にいいタンパク質なので、うん、はい、世界でも、かなり注目をされている食材大豆というものを使ったものを、はい、北まみ印では3品今ご用意をして皆様にお届けしています、はい、食以外にもいろいろ出てきたそうで、はい、そうですね、うん、今あのコロナということでワーケーションとか今いろいろなワーケーションとかが、すぐにできるような形になってきていると思いますけれども、はい、うちまたこういうこちら、はい、アットロハボーというですね、はい、事業を立ち上げていまして、はい、こちらはあのロハスな、うん、生き方や働き方を実践する実験室ということでロハスラボラトリー、こちらのいわゆる造語になっていますけれども、はい、我々、3施設実は今運営をしておりまして、はい、民泊申請をしている、ロハボ芸術の森という施設と、うんうん、あとモール温泉の掛け流しの白老にあるロハボ白老というこちらの宿泊施設、はい、うん、それとあとは、キャンピングカーを1台実は持ってまして、はい、そちらのレンタルをしていて、はい、どこでも仕事ができるような形をご提供するということで、はい、こういうアットロハボという事業も進めております、はい、もうコロナ禍ですからその移動とかもね、子どもさんたくさんいらっしゃるご家族なんかは、はい、キャンピングカー1台借りたら、移動も不安ないし、はい、温泉入ってご飯食べてっていうのをね、はい、道内あちこち魅力的なところたくさんありますから、はい、そういうところを回りつつ、お父さんもそこそこでお仕事できるみたいな、そうですそうです、はい、夢のような、はい、でも本当コロナ禍で皆さん味を占めたというか、はい、気がついた、はい、気がついた、楽しみ方の一つですよね、はい、うん、まあ、あの街中で仕事もできるし、はい、まだ2拠点ということで別なところで仕事をするというところも我々はご提供を、はい、ご提案をしているというところがもう一つの事業になっております、はいはい、そうなんです。詳しくはホームページでご覧いただければと、ぜひぜひ、はい、いうふうに思うんですけれども、はい、それでは、2つ目でですね、神林さんってこんな人というあたりも伺っていきたいと思います、はい、お願いします。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、経験は無駄にならない、はい、ということで、神林さんいつもね、あの私、スタジオにいらっしゃるゲストさんに、はい、あのどういうキャリアの人なのっていうのをよくお聞きするんですよ、はい、神林さんどうですか。はい、私はちょっといろいろな仕事を実は、してはいるんですけれども、はい、大学を出てですね、旅行会社にまずは入りました。海外展示を70回を誇るという、いう形でいろいろな国とかにお客様をお連れしたような形があるんですけど、添乗員さん、添乗員もやってました。自分で作った仕事は自分で添乗に行けるという、その頃は環境だったもんですから、はい、自分で好きな仕事を作ってお客様に提案をして、そして自分がついていくというところで、いろいろと行かせていただきましたけれども、いいですね。ちょっと、今記憶に残ってるっていうか、一番ここ面白かったっていう海外おすすめのツアーあります？ですね、やっぱりマチュピチュとか、マチュピチュね、はい、もう世界遺産で一番最初に出てくるところじゃないかなと思うんですが、はい、マチュピチュ、ナスカの地上絵ですとか、はい、そこをまず一つのツアーで行ったこともありますし、やっぱり今サグラダファミリア教会とか、はいはい、ね、本当にいろいろなところを行かせていただきました。いいな、行ってみたいな、はい、
うん、まあ、転職だったかなと実は思ってはいたんですけれども、ど、うん、それをちょっと卒業をしてですね、はい、それから広告代理店の方にちょっと転職をさせていただいて、はい、まあ、テレビコマーシャルとか新聞のよく広告とか、はい、そういうようなもの、またあの企業さんの、プロモーションだとか、はい、そういうことを少し、お手伝いをしていた時期もあるんですけれども、はい、そこからですね、実はあの、うん、食品会社に、これは自分が広告の時に、うん、扱っていた会社の方にちょっとお誘いを受けて、うん、それで食品の会社の方にも少し、はい、いたんですよね。それでこのプレミアム北海道というところが、はい、旅行会社ということで、うん、また旅行会社に実は戻ってきた、業界が戻ってきた形で旅行、はい、今度はインバウンドという外に出るのではなくてお客様を北海道に連れてくるような仕事で、全くちょっと職種は違うんですけども、うん、旅行会社、まあ、でもあれですね、あの全然職種が違うようでも前のキャリア生かされてます ね、はい、やっぱりね。そうですね、やはりあの生かされているところもありますし、またプレミアムで今回先ほどの北豆印という食の方にも実はまた戻ってきたという、はい、また旅行会社から旅行会社に戻り、はい、食から食に戻りということで、はい、やっぱり今までやっていた経験というか、はい、キャリアが今実際に行っていることに、うん、まあ、つながっているのかなということで、うんうん、まあ、私できる男は違うなと思ったのこれの本当に宣伝の仕方も、はい、あとまあこういう販売に至るまでのいろんなプロセス、はい、もうやったことなかったらやっぱりねちょっと向こうに触れると思うんですけど、すね、やり方全部もう分かってた、ね、食品会社にいた時に、うん、その食を提案するときに必要な書類だとか、はい、あとジャンコードを取らなきゃいけないとか、いろいろジャンコードよくここに、うん、書いてある、ここにあるやつですね、はい、ジャスマークみたいなやつ、そうです、はい、バーコードですけれどもバーコード、はいはい、そちらのやり方とかももともと経験があったので、はい、スムーズにいけましたし、いろいろなご提案をする会社とか、うん、そういうところも知らないわけではなかったので、はい、そういうところの経験を生かしながら今につながっているのかなというふうに感じています。神林さんも個人的にもねいろんなことをされていて、はい、そこがまた仕事に生きてるって小耳に挟んだ情報で、あ、はい、どういうことをされてるんですかね。はい、私あの実は、うん、趣味がピザを焼くことピザを焼くことがご趣味でございます、はい、趣味で、はい、これはあの焼くだけではなくて、うん、もうピザ窯から作ってしまうということで、はい、行っておりまして、この間あの、はい、ジョイフル AK の社長さんを取材した時に、はい、そのジョイフル AK のなんかあの DIY パンフレットみたいにね、はい、コンテストがあって、はい、それに載ってましたよね、はい、ピザ窯ありますけど見ますか。あ、見ます見ます。ちょっと待ちください本当この間行ったらびっくりしちゃって、そしたらあこの人今度って取材するんですよとか言いながらですねいたんですよこれね、これ、はい、こちらここにあるこのピザ窯、ジョイフル AK ので賞を取ってます。これジョイフル賞、はい、受賞おめでとうございます。ありがとうございます力作ですよね。はい、これ初めて生コンから買って基礎から作ったピザ窯になりますけれども、はい、綺麗にタイル貼ってね、綺麗に仕上げてます、はい、タイル貼ることによって冬でも焼けるということになるんですけれども。なるほど、はい、まあ、こんなピザ窯をね、はい、作っていらして、はいはい、でもあの趣味で自宅にも実はピザ窯を1台作っていてピザを焼いておりますけれども、はい、その経験が今度ロハボ芸術の森という先ほどお話しした中の庭にも 今、はい、今お見せしたものがそうなんですけれども、はい、そちらもこれ、ね、2代目ということで、そうだからそのロハボにお泊まりいただいた方はこちらのピザ窯を使ってピザが焼けるということですもんね。そうです、いいですね、はい、またあの呼んでいただければ神林さんのピザ焼かせていただきますので、はい、いいですかそんなこと言って、はい、焼いてくれるそうですよ、はい、焼きます、はい、趣味ですので、はい、仕事ではなく趣味として焼かせていただきますので、素晴らしいでしょ。そんな神林さんですけれども、これからというところも含めてですね、3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、10年後のありたい姿、はい、ということなんです。これどういうことでしょうか。はい、うん、こちらはですね、はい、まあ、10年後自分がどういうふうになりたいかなっていう想像しながら、うんうん、実は手帳とかに書いていたりするんですけれども、はい、まあ本当に3つのキーワードがありまして、はい、個人と家庭と会社、うん、この3つに関して10年後どういうふうになっていたいかなということを想像、はい、本当想像なんですけれども、うん、しています。まずあの個人的にはですね、例えばロレックスのいいものを買いたい、ああそういう目標でいいんですね。具体的なのがいいのかな。もう具体的に、はい、なるほど、ロレックスの時計が欲しいと、欲しいとか、はい、うん、あとは、自分史をちょっと書いてみたい、自分史ね、今までの自分史、はい、まあ、紆余曲折ありますので、はいはい、書いてみたいとか、はい、あとはやっぱり健康が必要なので、はい、まあ、病気をしないでいくというような個人的には、思いがあります。うーん、
あとまあ家庭的にはですね、はい、まあ家族全員が健康であるということがまあ夢ですし、うんうんうん、はい、あとは沖縄に別荘が買いたいんですね。おお、素敵。そうなんです。へえ。うち、うん、家族でちょっと沖縄が好きなもんですから、ちょっとあの、うん、いい家を、いいお家、そこに3つ目のピザ窯作ってね。あ、もちろんです趣味だから、はい、趣味だからはい、はい、そういうことですね、うん、はい、それとあとは、まあ、今私子供が中3と高3になるんですけれども、うん、はい、まあ、10年後であればおじいちゃんになりたいなと、あ、孫が欲しいなということもちょっと夢ではあるんですけれども、はい、それがまあ家庭的なもので、会社的には、はい、プレミアム北海道という会社の中のいろんな事業が、うん、観光事業、食事業とかあるんですけれども、はい、そちらの事業を全て独立の会社にして、いわゆる観光会社の会社という形にして、はい、うん、ホールディングスみたいな形にして、仕事ができればいいかなというふうに思っています、うん、まあ、あの海外に社を作ってみたいですか。素敵ですね、我々もね、マチュピチュにね、マチュピチュに会社行くのが辛い行くのが辛い。割と近場で、もうちょっと近場で、もうちょっと近場、はい、アジアで作りたいなと思っているのと、はい、あともう10年後には、まあ、ある程度実務から離れたいなと思っていて、まあ基本怠け者なので、いやいやいや、実務から離れて、はい、しっかりとしたあの道を作っていきたいなと、この10年間で、うん、というふうには思っています。うん、はい、先ほど手帳に書いてっていうのがありますけれども、はい、より具体的にイメージするっていうのがやっぱり一番こう、はい、10年後ってそんな先のことわからないと思いがちですけれども、うん、やっぱりはっきりイメージしておくって大事なんでしょうね。そうですね、一応まあ1年後3年後10年後という形でちょっと書いてはいるんですけれども、うん、それの10年後、はい、定年後っていうのもあるんですけれども、ね、あ、まあ、10年後ぐらいをまあリアルな目標として持ってれば面白いかなと思いながら生活をさせていただいています。手帳に書くっていうのもやり方があって、あの興味はあるけどっていう方もいらっしゃるかもしれません。勉強してみたいと、はい、うん、そういう方にはですね、実は私、はい、あの 3KM 手帳というものを実は持っておりまして、はい、こちら 3K、 そこが先ほど夢のところに出てきたんですけれども、うん、この K っていうのが個人、家庭、会社、家庭、会社で3つの K ですね、K、はい、M がマーク、マネージメント、モチベーション、うん、M は英語で K は日本語なんですけれども、はい、本当ですね。なぜかなんてここはちょっと疑問点なんですが、その手帳の、まあ、座りがいいんでしょうね、 3KM っていうね、はい、うん、その中にこういうふうにあの10年後の私とか、うわー、びっちりですね。あとは、はい、あ、これは3年後の私、すごい、でこれが来年1年後の私、うわ、みたいなものがぎっしり書かれてます。簡単にこういうような形でチラッとしか見せませんチラッと、はい、チラに、はい、こういうような形をやって、うん、まあ、10年こうなりたいなと、うん、まあ、日に応じてちょっと読み返すことによって、うん、自分の目標が、うん、とか希望とか、うん、ありたい姿って書いてあるんですけど、うんうん、ありたい姿が、はい、いつも明確になると、うんうん、手帳ってスケジュール管理のものって思いがちですけれども、やっぱりこういうふうにこう目標を書いて折に触れチラチラ見る、そうですね、読み返す、自分で書いたものをっていうのがこう10年後のありたい姿に近づく、やっぱり一番近道かもしれませんね。あとこれビジュアル化して写真を貼るとか、車が欲しけた車の写真を貼る、あ、本当だ、ロレックスもあるんですか。いや、これね、実はロレックスじゃなくてね、ちょっと安いやつですロレックスまでは貼れませんでした。その手前で、その手前で、これ3年後の手前で、目標で、はい、そうなんです。こういうね、手帳に書いていくっていうのもビジネスマンの方から、ね、はい、お問い合わせがあるということです。興味のある方、ぜひホームページ等々でお問い合わせいただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということでいろいろお話を伺ってまいりました。最後に一言いかがですか。はい、今日お話をした北間目印商店のあの商品ですとか、はい、あとアットロハボの施設ですとか、ぜひあのご興味がある方、プレミアム北海道のホームページをご覧いただければと思います。またお問い合わせいただければ、ご案内の方もさせていただきますので、ぜひふるってご参加ください、はい、ありがとうございます。お問い合わせください。ということで今日のゲストは株式会社プレミアム北海道専務取締役の神林達也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら